斉藤元彦さんの話なんですけども、これから兵庫県知事選が始まるっていうことで、まあ、いろいろあると思うんですが、週刊現代に書いてある斉藤元彦さんのね、なぜ諦めないのかっていう話なんですけど、百条委員会はずっとやってるじゃないですか。まだやってる途中なのかな。斉藤元彦さんらに対する告発文っていうのが出たわけですよ。その告発文潰しっていうんですか、公益通報潰しみたいな形になったわけですよね。それで斉藤元彦さんが、まあ、世に知られることになったってことですよね。入れ替わり立ち替わり公益通報の専門家みたいな人が出てきたりとか、ワイドショーでもあれが公益通報なのかどうなのか、保護しなきゃいけないのかっていう話題で、あらゆる弁護士さんが出てきたっていうのがあって、まあ、今ちょっとそれが一段落ついてて、百条委員会も斉藤さんが出なくなってるんですが、果たして今冷静に考えてみて、渡瀬元局長が出したものは公益通報だったのかっていうところ、もう原点なんですけど、これを読む限りでは公益通報じゃないんじゃないのかなという形に行くんですよね。まあ理由としては、まあ A 氏って言われてる、ここで A 氏、まあ渡瀬局長なんだけど、定年は間近にを控えていた電車の県会議員がこなす定年時の人事が決まる昨年後半以降、 A さんが自ら人事課に自分の人事はどうなりそうかと問い合わせが来ていたそうです。人事畑のエースを辞任していた彼からすれば、渡瀬元局長は人事畑のエースだと自分って思ってたと。定年時には本庁で勤務したいと考えていたようですが、県民局長、西播磨県民局長だったんですよね、結局ね。県民局長として県庁生活を終えることになった。彼はしばしば今の人事を仕切ってる奴らは低学歴集団だと不満を漏らすようになったと。で、A 氏が、渡瀬局長が告発文書を各所に送ったのは今年3月、県民局長として定年を迎えると決まった直後のこと。だからまあ要は自分の進路、もともと本庁に戻るっていう予定で、自分の人生設計があったんですよね。でも、斉藤元彦さんが知事になったせいでというんですが、知事になってしまったので、まあ自分の計算が人生設計が狂ったと。そこで強い恨みを抱いたんじゃないかって話ですよね。これを読むとね。当初、A 氏の文書には遅れ氏が書かれていなかった。調査を経てこれが A 氏だと特定されると、 A 氏は4月4日に公益通報窓口に届け出て、この文書を広く世間に知れ渡れることになったと。まあ、そうですよね。その後 A 氏は今年7月県の百条委員会に証人として関門される直前に自殺し、会談の人となった。もう一つ世間ではほとんど知られていないが、この百条委員会と A 氏の自殺の関連についてである。 A 氏は勤め先で使用していた業務用パソコンで告発文を作成した、明らかになっている。しかしその中には A 氏の私的な倫理上問題のある記録のデータも保存されており、百条委員会からパソコンの提出を求められた A 氏はそのデータの公開を避けてほしいと委員会側に嘆願していたという A 氏の真意はわからないにしても、こうした経緯が強いストレスになったことは間違いなさそうだと。まあ、自殺の原因ね。まあ、それに関しては、プライバシーが関与してるって話じゃないですけど、プライバシーに関しては、ここで触れることはないんですが、興味がある方は、僕、メンバーシップの方では、そのソースを紹介してるので、興味のある方はそっちを見てください。これ、まあ普通の通常の YouTube では、そこは触れない方がいいと思うんです。そもそも今回の百条委員会の設置については、県会議でも一部議員から拙速ではないかと批判があったあるベテラン議員が言う。告発文の中身や事実関係を精査する第三者委員会の調査結果が出る前に百条委員会が設置された。議論の土台がなく、ゴールポストが動くような状態になってしまった。ゴールポストが動くっていうのは、だから落としどころが何なのかわからない百条委員会になったのね、この。で、結局最終的には、道義的責任みたいな感じになったじゃないですか。本来であれば、これ何のためにあった百条委員会なんだろうなっていうところなんです。斉藤元彦さんを排除したかったってことなんだと思うんですよね。もし弁護士による第三者委員会で事実確認が冷静に精査されていれば、A 氏の死は避けられた可能性が高い。A 氏の告発をめぐっては、単なる一県職員の内部告発だと異なる政治力学が働いていた形跡もある。まあそれは移動派のね、人たち。
A さんは不遇な人事をきっかけに告発文を書いたが、それを利用して反斎藤のヒーローに仕立て上げ、不信任案提出、さらには斎藤知事の辞職までつなげるシナリオを書いた勢力がいるのではないかという指摘もある。この週刊現代に関して書いてあることを精査するとですね、まとめるとですよ、そもそもその告発文に関して、渡瀬局長が出した告発文っていうのは、義憤に駆られた内部通報、公益通報というよりは、まあ、恨み。いわゆる、だから、怪文書って言ってたのはそこなんだろうなって感じがする、斎藤元彦さんが。結局、自分の人生を狂わせた部分。自分の人、あ、まあ、要は、エリート街道を歩んで、自分の、公務員生活を終わらせて、まあ、その後の就職先も決まってたんですよね。で、そういうのもあった中で、ちょっと自分の予定を狂わせたってことに対しての怒りっていうんですかね。そういうものを、まあ、要は懲らしめたいっていうことな、だって話でしょ、これだと。それが果たして公益通報なのかどうなのか、個人としての恨みなのかどうなのかっていうところと、まあ、あとはこのプライバシーに関するところですよね。この人一人で作ってるわけではないと言われている一緒に作った女性が、白川智子さんという女性がいるわけですよね。その人も同時に辞めてるわけですよ。全然まだ若いのに、定年でもないのに辞めてるのね。産業労働部の中での確執があったと言われているわけですよね。まあ、原田浩二さんとね、渡瀬局長との人間的な問題も関わってきて、結構そこカオスな状態になっているというところですよ。に、もう極めて個人的な人間的な話が告発文に含まれてるっていうことなんじゃないですか。それを斎藤元彦側は、これは本当に言いがかりでしょうと、もう本当にこれは誹謗中傷だよと、怪文書だよっていうふうに深い考えもなく取った。まあ、なんだったらもう弁護士に言ってこれを告訴しようかぐらいに思ったって話ですよね。だけども、いやちょっと待てよと、これに乗っかって斎藤元彦を潰してしまえ、県庁舎もちゃんと予定通りやろうとか、いろいろ今、井戸建設で決まったことをひっくり返してきたものを元に戻そうっていう派もいたってことですよね。なんで、そのためには、これを、この告発文を利用するのが一番いいんじゃないかと、仕立て上げられたのが、渡瀬局長というところっていう形ですかね、これを要約すると。だから、どうなんだろう。ある専門家は、奥山さんか。これを公益通報扱いしてたら、渡瀬局長が亡くなることはなかったみたいなことを言ってたんだけど、公益通報扱いをしたくなかったっていうのが斎藤元彦側なんじゃないですかと。これは怪文書でしょっていうところで終わらせたいっていうところだって、個人的なもんだもんっていう。僕はだからこれ公益通報じゃないんじゃないかっていう方向になってます、気持ち的には。